高91勝。ソフトバンクロッテ25回戦。ソフトバンクがロッテに1対0で勝利。ホークス勝った場合。信じてました。5連勝91勝フィニッシュ。タコルの怪しい守備で今シーズンのペナント終了。大津7勝目を目。大津負け越し回避。栗原ホームランよかった。栗原の生成が効いたな。栗原は調子いい。ロッテ負けました。あっさり。福岡まで何しに行った。投手は良かったね。点の取り方忘れたまま CS 行って大丈夫かな。ロッテ先発中森5回無失点。中森くんいいよ。中森の課題は5回無失点だけど中森危なっかしいな。ロッテリリーフ唐川。唐川は CS 使えんか。驚いたな唐川。まあ唐川はしょうがない見極めやね。ソフトバンク先発大津6回無失点。大津をやっとる。大津は合格というか完璧だったな。大津くん CS 決まったかな。ソフトバンクヘルナンデスセーブ。ヘルナンデスいいよ。ヘルナンデスこんなすごいとは思わなんだな。ヘルナンデス CS でも抑えに使うのかな。ソフトバンク打撃成績。栗原先制ホームラン。栗原さんやるやん。栗原マジで覚醒しとるな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。